N88BASIC、N88BASIC、N88BASIC は NEC のパーソナルコンピュータである PC-8800 シリーズ及び PC-9800 シリーズに搭載され、標準プログラミング言語として使用された BASIC 言語の理系である。ロゴやマニュアル上では NBASIC と88を小さく書いており、これは 各種バリエーションにおいても同様である。ブート時に ROM から自動的に起動するものを ROMBASIC 専用ディスクから起動してフロッピーディスクドライブ FDD やハードディスクドライブ HDD を扱えるように機能拡張したのをディスクベーシックと呼んだ。また、俗称だが MSDOS 上で動作するものを DOSBASIC と呼ぶこともあった。初期は ロムベーシックのみであったが、FDD の普及によってディスクベーシックが登場し、MS DOS の普及に伴って DOS ベーシックが開発された。MS DOS が普及する以前はディスクベーシックが簡易な DOS としての役割も担っていた。N88 ベーシックは1981年、昭和56年に発表された PC-8801 に 初めて搭載されたスタンドアロンベーシックで PC-8001 に搭載されていた n ベーシックの機能を大幅に拡張して作られた。一般的には M-BASIC4.5 として知られている Microsoft のレベル -3 ベーシックインタプリタが基本設計、ベースとなっている。n ベーシックに対してある程度の上位互換性を持ち PC-8001 で作られたプログラムを 実行させることもできたが完全互換ではなかった。NDiskBasic とファイルフォーマットにも互換性があるが Basic の中間コードは異なるのでプログラムを交換する際には ASCII 形式で保存する必要があった。N88Basic には PC-8800 シリーズの機能拡張に合わせて V1、V2 のメジャーバージョンがある。v は V2 の出現時に遡って付けられた故障であり、もともとは無印であった。V2 は PC-8801 ムキーザーから新規に搭載されたものである。アナログ RGB 作用によって表示色が大幅に増えたほか、FM 音源などの新機能も扱えるようになった。V1 に対し、ほぼ完全な上位互換性を保っている。タートルグラフィックス命令も用意され、 拡張モジュールをロードすると、ロゴを簡略化したような文法でグラフィックスを描画させる命令などが追加された。しかし、対応したソフトウェアが少ないもしくは、利用頻度が低かったことなどから、PC-8801MHz FH 以降の機種には搭載、バンドルされなくなった。V1 及び V2 対応の日本語拡張として、 NEC から N88 漢字ベーシックと N88 日本語ベーシックがシステムソフトから8801漢字ベーシックと新8801漢字ベーシックが発売された。それぞれの間では2バイト文字の内部表現形式が異なっており変換にはコンバータを必要とした。なお n 十八日本語ベーシックは p c 八千八百一 MR 以降の機種に標準添付されたが、PC-8800 シリーズの CRT コントローラー、CRTC はテキストベレム上の2倍と文字に対応しておらず、従ってグラフィックベレムに文字を描画することになるため動作が遅く、プログラムを組む上ではあまり使われなかった。PC-88VA シリーズには専用に新規開発された、 N88 日本語、ベーシック V3 が標準添付された。V2 までの N88 ベーシックに対し、ある程度の上位互換性を保っているが、完全上位互換ではない。ロムベーシックはなく、PC エンジンと呼ばれる独自 OS から起動して使うもので、その意味では、スタンドアロンベーシックでもない。機能的にも N88 ベーシックよりは、むしろ N88 日本語ベーシック、 86に近い。V3 モードの CRTC は2バイト文字テキストに対応しているため、PC-88VA 用のベーシックとして広く使われるようになった。標準で日本語を扱うことができ、ハードウェアスクロールやスプライト、マウスやメニューバー等も利用できた。また、音楽作成ソフト、インスタントミュージックで作成したファイルを GM として鳴らしたり、 アニメ作成ソフト、アニメフレーマーで作成したコンピュータアニメーションを再生することもできた。N88BASIC-86 は1982年、昭和57年から発売された PC-9800 シリーズのロ m BASIC で PC-8800 シリーズの N88BASIC と高いレベルで互換性がある。名称の 採用した X86K プロセッサに由来する。8ビット機時代の NBASIC と N88BASIC は NEC と Microsoft の共同開発であったが N88BASIC86 は NEC のみによる独自開発である。当初 NEC は Microsoft に開発を打診したが8ビット機時代の方言の反乱に手を焼き標準化を拡作していた。 マイクロソフトは、同社が16ビット企用の決定版として開発した GWBASIC の差異を強く働きかけてきた。しかし、GWBASIC は IBM、p c 互換アーキテクチャを前提としている上、ラベルすら使えない、旧体依然とした BASIC であったため、N88BASIC で蓄積された、膨大なソフトウェア資産を継承することは困難であり、 NEC はベーシックを自社開発することによって独自路線を堅持する道を選択した。開発にあたって NEC は互換性を高めるために n 8 8ベーシックのリバースエンジニアリングを行っている。当然ながら完成したベーシックには n 8 8ベーシックと限りなく似た部分が存在し、Microsoft と衝突する可能性もあったわけであるが、最終的には マイクロソフトから相当額の別の製品を購入することと、著作権の表示にマイクロソフトと NEC の両社名を併記することで折りった。N88 ディスクベーシック86も発売され、N88 ディスクベーシックとディスクフォーマットは互換性がある。しかし、ベーシックの中間コードが異なるため、プログラム交換の際は a s c i i 形式で保存する必要があった。 その後、日本語入力システムが追加されて N88 日本語ベーシック86という名称になった。漢字の内部表現形式は N88 日本語ベーシックと異なっており、変換にはコンバータを必要とした。PC-9800 シリーズの CRTC は2バイト文字テキストに対応しているため、N88 日本語ベーシック86 は広く使われるようになった。PC-8800 シリーズ用ほどバージョンは意識されないが、サポート対象ハードウェアの追加、日本語処理などのシステム拡張が行われている。最終バージョンは6.3。PC-9800 シリーズの MS-DOS への移行に伴い、N88 日本語ベーシック86の MS-DOS 版が発売された。 MS-DOS での文字コードの扱いに合わせるため、スタンドアイロン版では同時に扱うことができた。c e 九千八百シリーズ独自のセミグラフィック文字と二バイト文字がコンソール命令で切り替える配達た仕様になった。MS-DOS 上でディスクベーシックとファイルを交換するためのコンバータがあったが、ディスクベーシックでセミグラフィック文字と二バイト文字の両方を扱ったファイルを m s d o へ変換すると 文字分けが発生した。MSDOS 版にはベーシックコンパイラも用意されたが、インタプリタとコンパイラの環境の相違により、すべてのプログラムがコンパイル可能というわけではなかった。コンパイル後の実行ファイルは中間言語による中間表現であるため、実行時には中間言語のインタプリタを含んだ 200KB 近いランタイムライブラリーが必要であった。 MS-DOS 版の最終バージョンは6.2で、6.3は発売されていない。ディスクベーシックにおける6.2と6.3の違いは、当時における新しい規格のハードディスクへの対応であり、ディスクアクセスを MS-DOS 経由で行う DOS ベーシックは拡張の必要がなかったためである。MS-Windows 版である n 8 8ベーシック、WN インパプリタも発売されたが、 極端に動作速度が遅く、画面周りの互換性も乏しかったため、実用的とは言えず普及しなかった。MS Windows に XX 向けのものであり、MS Windows 3.0以降では、スタンダードモードでもエンハンストモードでも動作しない。リアルモードではかろうじて動作したが、フリーエリアがほとんどなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。